基板に電子部品を載せハンダ付けする高密度実装、映像や音声などを記録して一元管理するモニタリングシステム。こちらはお年寄りの移動をサポートする介護機器。イエスものづくり、今回は岡谷市のイデアシステムをご紹介します。岡谷市に本社と工場を置くイデアシステムは、電子機器の開発、製造、試作をメインにモニタリングシステム、介護機器まで手掛けるものづくり企業です。中でも電子機器やモジュールの受託開発製造の技術と提案力は高い評価を得ています。信頼性でしょうかね。多品種少量で高信頼性のもの、高高い信頼性のものを目指してやっていると。電子機器で培った技術を活用し、遠隔操作による画像モニタリングシステムを開発。全国チェーンの飲食店や小売店などで店舗の管理や運営に活用されています。また8年ほど前からは介護福祉機器の分野にも参入。ベッドからトイレに移動する際に介助する人の負担を減らす異常器や、トイレで用を足す時の姿勢を楽にする補助器具などを開発し、介護現場で高い評価を得ています。私どもは営業商社が最近にあって、それからユーザーの声を聞いてということに、今はしてますので、ユーザーニーズとは言わないんですね、ユーザーウォンツのをよく把握してものを作っていこうと。顧客の多様な要望、ウォンツに柔軟に対応する技術力と提案力を武器に、イデアシステムは将来を見据えた多彩な製品開発に取り組みます。